ビルバオアチュリ駅は、スペインバスク自治州ビスカヤ県、ビルバオのイバイオンドクアチュリ地区にある、鉄道駅。バスク鉄道のターミナル駅であり、ビルバオトラム、ビルボバス、ビスカイバスに乗り換え可能である。ビルバオトラムのホームは、メインロビーに近く、ホームは1本だけである。バスク鉄道のホームは、駅の反対側にあり、4本のホームを持つ。メインロビーには、 自動券売機やショップなどがあり、バスク鉄道の本社に行くこともできる。アチュリ駅はビルバオの中心市街地から見て、南東方向、ネルビオン川の右岸にあり、駅を出て数キロはネルビオン川に沿って走る。北側には旧市街のカスコビエホ地区がある。1882年に建てられた建物を置き換え、1913年に現在の駅舎が建設された。 駅舎は建築家のマヌエル・マリア・スミスによって設計され、その様式はネオ・バスコ様式として知られている。バスク鉄道の駅であり、ベルメオやサンセバスティアンとビルバオを結ぶ路線のターミナル駅である。ビルバオトラムのターミナル駅でもある。バスク自治州交通局によって管理されており、駅ビルはバスク鉄道の本社も兼ねている。バスク鉄道の延伸計画が完了すると、 バスク鉄道のアチュリ駅は使用されなくなる予定である。この延伸計画では、メトロビルバオのエチェバリ駅とカスコビエホ駅が接続され、アチュリ駅の他にボル、エタ駅も使用されなくなる。アチュリ駅はビルバオトラム専用の駅となり、トラムがエチェバリ駅でバスク鉄道と接続する予定である。ありがとうございます。